はいどうもこんにちはこんばんは、毎度です。いかがお過ごしでしょうか。ん、顔出てないけど松田翔造かって思った方、正解です。松田翔造です。こんな感じでね、おしゃべりの動画をアップしたのはもう1年ぐらい前ですね。ゆるく再会っていう動画です。この1年カバー弾き語り動画とか散歩動画とかちらほらアップしました。見ていただいた方ありがとうございます。音源もですね、過去の楽曲ですけど期間限定で配信再開しました。聞いてくださった方ありがとうございます。そんなこんなでね、2023年になりました。もうそして1ヶ月が過ぎました。早い、ほんまに早い。そんな中今日は何かと言いますと、ツイッターとかインスタとかでも載せてましたけども、すでに3つお知らせしております。1つ目、この2月にデジタルシングルを配信予定です。タイトルは足跡。自分の作った楽曲の中で現時点で最新曲でして、出来たてほやほやです。今の心境詰め込みました。今回、アコースティックギターだけのアコースティックバージョンになりますけども、ぜひぜひ聴いていただきたいです。詳細は後日。2つ目、先日冬の沖縄に一人旅してきまして、その模様を TikTok でライブ配信してたんですけども、そちらをほぼノーカットで YouTube にアップします。全13本、詳細は後ほどです。3つ目、ちょっとした企画、パースト始めます。パーストの意味は昔過去なんですけども、私松田翔造が過去に発表した楽曲をお届けします。ユニットやソロで路上やライブハウスなどのライブで披露したものや YouTube やネットラジオで配信したものまで、サビだけですけども第1弾としまして10曲、2023年2月の2週目からスタート。こちら毎週月水金にアップします。初めましての方はね、もちろん昔の曲って言われても全てが新曲だと思いますけども、昔から私を知ってくださってる皆さんにはね、懐かしいのいっぱいだと思いますので、聞いてみてください。そしてですね、ここで4つ目と言いますか、先ほどの2つ目と3つ目が関係することなんですけど、2023年2月の2週目から毎週月水金に先ほどの企画パースト、サビだけですけど10曲アップします。そして冬の沖縄一人旅の動画ですけども、こちらは毎週火木土9回に分けてアップします。さらに日曜日は何かしらの動画をアップします。というわけで2023年2月はですね、2週目6日6日の月曜日から28日まで毎日動画をアップします。今のところほぼ全て18時、午後6時ですね、午後6時にアップする予定ですので、寝る前にでも覗いていただけたら幸いです。以上になります。今ですね、画面にまとめたやつ書いてますのでご覧ください。こちらです。YouTube の他にも TikTok、Instagram、Twitter などなんやかんややってますので、ぜひフォローお願いします。3月のお知らせもまた月末頃にはできるかなと思いますので、これからも引き続きよろしくお願いいたします。それではありがとう、またお松田翔造でした。